也さん、どこかでお会いしました。なんで創作の映画勝手に取り下げちゃうの。あいつはどうも無礼な仕事を結構やってたって噂もあったし。初対面に会ったことないんだろうね、こういう人。あらね、やばいよあいつらね。レナさんも可愛いっすよ。はお前の仕事はやらないって言ったはずだ。